おい、デーモンコア君ってこいつお前俺のこと前にボコしたやつやねえか。俺覚えてるぞ。ちょ、ボコすわ今回は。お前ここで俺に当たっちまったのがお前の運の好きだな。いやでもこいつ強いから、ちょっと待って、そこら辺の量産型和也とは次元が違うんで、今回は俺も最初から全力で行かせてもらう。負けっぱなしは趣味じゃないんでね。ちょ、和也の方が最近多くなっちゃってたからもういいかなって思ったんだけど、こいつに当たっちまったらちょっと俺も男として黙ってらんねえから、ボコします今回は。はい、お前がね、凪来ないのは知ってるから。もうこいつ凪体験済みなんで、こいつは基本的にね、もう凪は来ません。ゴキブリホイホイは通じないと思っておいてください。ここ借りたい。いや、うわ最悪だ、今死んでたやん。俺が助けた。いやでもああするしかなかった。あ、ちょっと、もう待て待て待て、これまだ行かないっしょ。はぁ、行くのそれ、ちょ、せこくないマジそのキャ。やめて、ね、もうやだやだ。あー、終わったわ。お前前とやってること変わんねえやん。え、ちょっと待って、こいつ戦闘力もうすぐ桜行きそうなんだけど、前当たった時そんなに高かったっけ。はい、でこいつはね、もう開幕ちょっとず猛進は行きません。ちょっとず猛進待ちされてるんで、はい、ここで行く。 31% 美味しい。さあ慎重に始まっていくよ。これは外に、でお前は来ないからね、外はこいつ深追いしてこないんですよ。ゴキブリホイホイが怖いから。絶対倒すぞこいつ。俺負けっぱなしが好きじゃないのと、まずこのカズヤとかいうこのキャラだけが本当に許せないんだよね。おかしいもん。あれ、ちょっ、弱い弱い弱い、あー、もうそれセコすぎね。弁天堂さん、このキャラこれでいいの？どうフェイント入れて出しても対応されるし、ここら辺のレベルになってくるとみんなやってくること一緒、みんな動き一緒。どいつもこいつもそんコンボバカ。あ、ちょっと、ちょっと、よし、ちょ、今回は冷静に中距離、この大風大砲主軸に中距離で立ち回る。こいつに接近すれば分が悪すぎる。うわ、ちょ、もうこいつ反射させ、反射と、やめろゴミカスデブ、うんこインカ。誰が、俺今日東京ドームに巨人戦見に行ってて、帰ってきて動画撮るかと思って3戦目でこいつに当たってんだよ。俺は東京ドームで巨人戦野球観戦してきた帰りなの今、陽キャだから。お前がトレモカなんかで一人でカタカタ財布とか速勝練習してる間に、俺は陽キャだから野球観戦とか魚民とか磯丸とか取引とかに行ってんだよ。お前知らないだろ、魚民とか取引とか磯丸水産とかなあ。軟骨の唐揚げ頼むとザルみたいなやつに入って出てくることとか知らないだろ。あ、もうなんでこいつらってみんなこんな財布バカなの。あ、ちょ、帰ってこれない、これここ、あっ、船まで生きてる。あー、やばい、ちょ、ワンダーキャッスル発動されてる。もうちょ待って、こいつワンダーキャッスルもできんの、ちょ強っ。、ね、ちょっとマジでみんな、ちょ、ほんとにこれ見てる、これ見てる全国のみんな、ちょっと本当に声明を出そう。俺らでこのキャラはおかしすぎる、あまりにも。おら、レバガじゃしねえだろ、こっからひっくり返してやっからな、マジで。逆サンタでかましてやるよ。反撃を呪しを上げるぞ。でも冷静。あー、ね、みんないいの、こんなさ、即死の精度だけある程度上げたらもう確定で倒せるゲームなんて。破綻してるよ。全部一緒、作業ゲーやん。ちょ、なんとかこいつ倒してんだよなマジでさ。もう即死もこんくらいの精度の和也はもう基本的に倒せないっての。うわ、これダッシュつかみバレてんだ、もうやめろって。よっしゃ、もらえ、もう吹っ切れたわ、もう吹っ切れた。はい、これがお前つかみに来るって思って回避しちゃってるね。はい、ここもダッシュした、すまー、これだ、準備は整った。やばい、危ねえ。これどういうことかっていうと、俺が4、5戦にかけてこいつにね、ガンダッシュつかみをすり込ませることによって、俺がダッシュで近づいてきたら、こいつはその場回避をするように俺が仕向けさせた。だからそこに下スマを叩き込む。見えた、勝利への糸口、俺の布石が効いてきたな。なんで、ちょ、今のはミスった。いやでも大丈夫だ、この布石はそう簡単に。待て、よし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 、はい、ここは一旦外で借りたいね、ここ。
なんちゃう。ここだ。くそ、こいつ復帰もなかなかやる。来た、相撲掴みに来ると思ったやろ。こいつに、こいつには俺が掴みを四五千にかけてすり込ませた。あー、ちょ、マジで。このテーマのうちはやっぱり掴みをね通していきたいから、まあここは掴んでいく。そしてある程度溜まってきたら、いや、もうこんくらいから下スマで下スマ押していきます。いいぞ、 60% と 71%、 これいける、この作戦ならいけるぞ。俺がここまで積んできた布石をここで回収する。はい、でこれでたまに掴みも見せてね、掴んでいくよっていうところ。やばい、ちょっと待って、よし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 、いける、勝つんだ。あ、ちょっと待って、ねえ、今下スマ出そうと思ったら弱になっちゃった。てか下スマ出してたら勝ってたやん今。最悪。もういける、勝ち方は分かった、勝利への糸口は見えた。つかさっきのも勝ってたからね、俺がちゃんと下スマ出してれば弱になって。ああ、これまで反射するんだる。ここは一旦掴んで、うわ、さあ 54%対 43%、 まあここまではいいでしょう。あとは、うわ、ちょっと待って、今、あ、やめろマジで、台風バカが、もう朝癖で掴みに行っちゃった。あそこ下スマなんだよな。ちょ、もっとちゃんと俺が徹底しないと。はい、ちょっと一旦ここら辺は距離を取って様子を見る。またちょっとラッキー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 。さあここテーパーで倒すと、ここで下スマなんです。そうだ、ダッシュ下スマだ。ちょ、俺もう手癖でダッシュしたら掴むっていう癖がついちゃってる。危ないな、陰キャが。はい、ここダッシュしたすば、掴みに来ると思っただろう。いけるぞこれ、俺がダッシュしたすばも徹底できればいける。ここも行くぞ。何、対応され始めてんのか、それともただのまぐれか。いや、でもこれで行くしかない。あー、これ美味しいパーセント、 70%対 61%。 いや、ここ絶対勝とう。いや、もう勝利、勝ち方は見えてる。ダッシュしたすばだ。大貫通してくれよ。これは上投げで 20%。 さあ 70%対 94%、 言うてもこれ和也はね、その、あ、危ない危ない危ない、帰ってこれるよね。よし、おお、外から帰ってくる。まあ言うてこれ和也はパーセント、え、狙い通り。やったー、作戦通りだ、勝ったぞ。これ戦闘力美味しい、あ、おいしすぎる、3000増えた。よし、こっから俺がカルバンだ。お前の倒し方はもう分かった。ここまで俺をボコしてくれたことと、前回俺をボコしてくれた借り、ここで返させてもらうぞ一気に。おい、 DA 回避読んでる。え、ここした、あ、ちょっと待って、ちょっと一回、ちょ、待って待って、これで終わったらさすがに、え、はぁ、俺今 60% くらいじゃなかった、横スマ当たった段階で。あ、ちょっと待って、やばい、あ、もう分かったから、お前のコンボ、はい、すごいすごいすごい、頑張って練習したんだね。ね、ちょっと一緒に大谷、あー、結局これみんなこれ。はい、ということで今日はこんなところですかね。いや、マジで叫びすぎて喉枯れた。野球観戦してた時より叫んだわ、まあ、多分ね、使う試合は数戦になるだろうけど、俺こいつと15戦くらいしたからね。いや、でもゴキブリちょっとやばすぎだろ。みんなどう思う？コメント欄にちょっと感想書いてくれ。でも俺は屈しない。はい、ということで、まだね、チャンネル登録と高評価しないよって方はチャンネル登録と高評価お願いします。あとコメントとね、概要欄からツイッターのフォローも行きますので、そちらもぜひお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。うんうん、風やしれ。